私新潟なので、田中真紀子さんよりは田中角栄さんなんですよね。やっぱり田中角栄に対する思いって新潟の人本当に今でも越山会というですね、強力なですね、まあ、講演会もあって、まあ、ご高齢ですけど結構やっぱり上越新幹線を引っ張ってくれたとかですね、裸一貫で総理になったっていう、まあ、角さんっていうのはすごく存在が大きくて、あのダイナミックな発想の私も政治家として本当に尊敬しているんですよ。だけど、まあ、真紀子さんってなると結構この前も新潟の政治関係者と話していて、まあ、ちょっと評価は違うんですね、お父様と。で一方でその角さんも田中角栄さんもある意味象徴的な存在で、その今自民党の政治とお金って言われてますけど、私は真っ先にまずその問題で頭に浮かぶのは実は田中角栄さんだよねっていうのは新潟の政治関係者も正直言っているくらい。